トニー・クリスティ、1943年4月25日イは、イギリス・イングランド・サウス・ヨークシャー出身の男性ポップス歌手である。1971年に、前衛シングルチャートにおいて、復讐のバラードと、恋のあまりろの2作品が、ベスト20ヒットとなる。翌1972年、イギリスの人気テレビドラマ、プロテクター電光石火のエンディングテーマ曲、 アバノズアリーウェイズもヒットした。1976年にはミュージカルエビータでマガルディ役を演じ、同年のユーロビジョンソングコンテストのイギリス代表選考会にノミネートされるが、惜しくも次々点に終わった。ちなみのその年の本大会はイギリスのブラザー・フット・オブ・マンが優勝した。2002年に恋のあまりろがチャンネル4のコメディ番組。 フェニックスナイツでタイアップされ人気復活のきっかけとなった。2005年には BBC のチャリティーイベントコミックレリーフで義援金を集めるためフェニックスナイツの主演ピーター・ケイト・クミ恋の余りろが再リリースされた。同年3月14日の発売であったが全英シングルチャートでは稀に見る7週連続1位を 獲得し、イギリスにおいて2005年を代表する曲となった。また、同年9月には、オランダのバンド、エルメスハウスバンドが、恋のアマりロをカバーした際に自らもボーカルで参加。このバージョンはドイツで25位、オーストリアで45位にチャートインしている。ありがとうございます。